西側諸国からの戦車や歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両の提供を受けて再編されたウクライナ軍が、自国領内を不当に占領しているロシア軍を駆逐する反転攻勢作戦が間もなく開始されようとしているよね。そんな状況の中で、ウクライナと国境を接するベルゴロド州やクラスノダール地方などで、ロシア国内への攻撃が相次いで発生しているらしいね。これに対してロシア側がウクライナ軍が民間施設などを標的として攻撃を加えているとして非難しているが、ウクライナ側では否定しているな。さて今回はそんなロシア国内への攻撃と双方の首都にドローン攻撃が行われていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、ロシアの首都モスクワとウクライナの首都キーウに対して、互いにドローンによる攻撃が行われているなど、両国ともにウクライナ軍の反転攻勢を前にこれまでにあまり見られなかった動きを見せている状態だよ。ウクライナと国境を接しているロシア西部のベルゴロド州では5月22日、ロシア人による反プーチン武装勢力である自由ロシア軍団とロシア義勇軍団が、合同してウクライナ領内からベルゴロド州に侵入し、国境に近い個人化、グロトボ、ゴーラポドルなどを解放した後にさらに北西にあるグライボロンの周辺でロシア側の国境警備隊などと交戦したことが報じられたね。自由ロシア軍団とロシア義勇軍団の戦闘部隊については参加人数や装備など不明な点が多いが、装甲車やヘリコプターなどを使用していたとの情報があり、ベルゴロド州内深く侵入したために、ロシア側ではグライボロン周辺に住む大半の住民を避難させたほか、ベルゴロド州のグライボロンの北西10キロほどにある核兵器保管施設から核兵器を移送し始めたとの情報を伝えるメディアもあり、ベルゴロド州内でいくつかの拠点をこの2つの軍団が支配していることは間違いないとされ、ロシア軍の後方撹乱が実施されていたぜ。ベルゴロド州に侵入したこれら3つの軍団は、ロシア側の発表によれば24日にはウクライナ領内に退却したとされているけど、ロシア自由軍団が25日時点でまだベルゴロド州内にいることを示す標識などを指さす、兵士を撮影した動画を SNS のテレグラムに投稿するなどして、両軍団がまだベルゴロド州内に駐留していることを示唆したほか、ロシア軍の装甲兵員輸送車4両を路獲して捕虜を捕らえたと主張するなど、情報が錯綜しているみたい。その他ベルゴロド州ではここ数日、ウクライナ軍によるものとされている砲撃を頻回に受けていて、5月31日にも3度目となる砲撃があったことをベルゴロド州のグラトコフ知事が明らかにしており、それによると同州のシェベキノへの攻撃では住宅や学校などが被害を受けたほか、送電線や産業施設なども被害を受け火災が発生し、4人が負傷したとしているけど、これらの攻撃についてウクライナ側からは特にコメントなどは発信されていないね。また、国営ロシア通信 RIA のオボスチによると、クリミア半島とクリミア大橋でつながるロシア南部のクラスノダール地方にあるロシア南部の主要輸出港で、ロシア海軍黒海艦隊の基地の拡張が急がれているノボロシースクに近いイルスキー製油所と、約 80km の地点にあるアフプスキー製油所がドローン攻撃を受けてとしてクラスノダール地方の当局者が明らかにしたが、被害状況については分かっていないらしいぜ。イルスキー製油所は5月5日にもドローンによる攻撃を受けていて、この際には爆発と火災が発生しているね。一方、ロシアが2022年2月24日にウクライナへの侵略戦争を開始して以来、戦闘の大部分はウクライナ国内で繰り広げられてきたんだけど、東部戦線及び南部戦線の 1000km 以上に広がった最前線での地上戦の戦況が膠着状態となり、ウクライナ軍が反転攻勢に出ると見られている現状の中、最前線から遠く離れた互いの首都などへの標的に対する空爆がこのところ激化しているんだ。ロシア軍によるウクライナの首都キーウをはじめとする各地の主要都市への巡航ミサイルや自爆攻撃型ドローンなどによる攻撃は昨年から続いているけど、5月30日にはロシアの首都モスクワに対して過去最大の8機のドローンが飛来した攻撃があり、プーチン大統領など高級官僚の公邸があり富裕層が住むモスクワ郊外の高級住宅街が標的とされたよ。ロシア国防省の発表では、
ウクライナがモスクワにこれまでで最大級のドローン攻撃を仕掛けてきたが、8機すべてを破壊したとしているほか、墜落した残骸などによって住宅などに被害が発生したとされ、モスクワの他にもドローンが飛来し、その数は25機以上に上ったとする情報もあるみたい。プーチン大統領は、今回のドローン攻撃は民間人を標的にしたものだとしてウクライナを非難する声明を発した上で、ウクライナはロシアとロシア国民をドローン攻撃によって威嚇し、民間住宅を攻撃する道を選んだのであるが、これは明らかにロシアに対するテロ活動の兆候だと述べたらしいぜ。また、ロシア外務省はこの首都への攻撃を受けて、ウクライナに対して最大限に厳しい措置を取る権利を有保していると言明し、ウクライナがロシア領土内への攻撃を仕掛けないとして北大西洋条約機構NATO当局者が保証した話は、完全に偽善であることが証明されたと述べているな。ただし、ウクライナ大統領府のポドリャク顧問は30日、モスクワのドローン攻撃へのウクライナ側の直接的関与を否定したものの、ウクライナは今回のモスクワへの攻撃を楽しんでみており、今後もこうした攻撃は増えるだろうと予想したことから、攻撃はウクライナが直接実施したものでないにせよ、ロシア国内の反プーチン勢力などに対して自爆攻撃型ドローンを供与するなど、間接的に支援を実施している可能性は高いとする見方が多いね。首都モスクワが直接攻撃を受けたのは、5月初めにクレムリンに対する複数のドローン攻撃があって以来のことで、今回で2回目だよね。アメリカのホワイトハウスは30日、モスクワを狙ったドローン攻撃については情報を収集中であるとした上で、アメリカ政府としてはロシア国内に対する攻撃を支持していないと表明し、今回のモスクワ攻撃を含めて調査を進めていることを明らかにしたよ。また、ロシアのアントノフ駐米大使は、モスクワへのドローン攻撃についてアメリカはこれを黙認することによってウクライナを勇気づけているとして非難したけど、これについてもアメリカのホワイトハウスは、攻撃を実施した主体についてアメリカ政府は把握していないとした上で、改めてロシア国内に向けた攻撃を支持しない立場を表明しているみたい。ただ、国際社会においてはインターネットなどを通して、隣国を武力でもって侵略し、その首都をはじめとする国内中の都市に民間をも標的とする無差別攻撃を繰り返しているロシアが、自国の首都を攻撃されてそれをテロと位置づけて報復を示唆することは身勝手であり、許すべきではないとする声が多く挙げられているぜ。この状況下において、イギリス国防省が5月31日のツイッターへの投稿で、5月以降のウクライナにおける戦闘の主導権は、侵略側のロシアから徐々にウクライナに移行しつつあり、ロシア軍は侵略目標の達成に突き進むことができず、ウクライナ軍の動きに対応することしかできなくなりつつあるとの見方を示したみたい。そして現在の戦況についてロシア軍は5月だけでも20回以上にわたって、ウクライナの首都キーウを中心に巡航ミサイルや自爆攻撃型ドローンで攻撃を実施してきたが、その目的とされるウクライナの防空システムにおける対空ミサイルの在庫消耗などによる無力化や、反転攻勢用に新編された部隊に損害を与えることは達成されていないとの分析を発表したな。また、ロシアのマキシム・イワノフ議員は首都モスクワが攻撃を受けたことについて、第二次世界大戦中のナチスドイツの侵攻以来、モスクワに対する最も深刻な攻撃であると指摘し、ロシア国民の誰もが戦争という新しい現実を避けることができないと述べて、この侵略戦争に対してロシア国民の認識が変わる可能性があることを示唆しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナの地において第二次世界大戦後から遡ってみても、最大規模の戦車戦が起きているよ。これまでロシア軍は今回の特別軍事作戦において130両も失ってしまい、ついに旧式戦車とゾンビ兵も使っているとの話だな。どうやらこの裏側には深い意味があるみたいだね。さて今回はそんな戦車戦やゾンビ兵について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。特別軍事作戦を決行したロシア軍は全ての戦力においてウクライナ軍を上回っていたんだけど、
相手を甘く見ていた上に戦術が裏目に出て兵隊や装備品において大損害を被っており、特に西側諸国の脅威であった大量の戦車軍を次々に撃破、あるいは露覚されたことは大きな痛手となっているよ。ロシア軍は旧ソ連陸軍以来の伝統的ドクトリンとも言える、戦車部隊を中心とする多数の機械化部隊の突撃によってウクライナ軍を簡単に一蹴できると想定していたけど、2023年2月にウクライナ南東部のウグレダールの地で起こった大戦車戦において、ロシア軍は戦車や装甲車などを130両以上も撃破され、戦車戦史上においても稀に見る負け戦を経験してしまったってわけ。イギリスの国際戦略研究所通称 IISS が2023年2月15日に公表したミリタリーバランス2023年版において、開戦後1年でロシア軍が失った主力戦車 T72、T80、T90 が2000から2300両に達したと記されており、この数は実戦配備されていたロシア軍主力戦車の半数に上り、ロシア軍はその補充が進んでいない状況にあると分析したね。また、インターネット上に流出している動画や画像などの視覚的証拠から損害などを推察するオランダの防衛分析ウェブサイト OX でも、直近1年間で確認されたロシアの主力戦車の損失数が約1800両となっており、実際の損失戦車数は IISS の分析と同様に2000両以上に上ると公開しているぜ。このままのペースで消耗が続いていけば、ロシア軍が現在保有する戦闘車両の在庫が枯渇してしまうほど損害が進むよね。だからこそロシア政府は戦車メーカーのウラルバゴンザボドと、オムスクトランスマッシュに損失した分を補填するために増産を命じたんだけど、両社では新しい戦車を大量生産する能力と部品が不足している状況だよ。ロシア中部のスベルドロフスク州に本社を置くウラルバゴンザボドは、新型の T72B3 や T90M を生産している戦車メーカーなんだけど、その生産スピードは1日20台が限度としており、ロシアのリベラル系メディアノーバヤ・ガゼータ紙によると自国の軍需産業における戦車生産能力は年間に250両以下とされていて、その損失に供給が追いついていないことを物語っているみたい。また前途したミリタリーバランス2023年版によると、ロシア軍がウクライナへの特別軍事作戦を決行する前の主力戦車保有数は約1800両となっており、その内訳は旧式の順に T62 約150両、T72 約1150両、T80 約200両、T90 約300両と記されていたぜ。これら IISS や OX の分析を信じるとすると、ロシア軍は当初配備していた戦車をすべて失い、損失に生産が追いつかないため保管在庫を回していることになり、実際に旧式の T62 が最前線に現れてウクライナ軍に露覚されてしまっているな。ノーバヤ・ガゼータ紙など様々な情報をまとめると、ロシア軍には有事用備蓄としている戦車の保管在庫が T72、T80、T90 を合計して2万両以上あるとされ、その数だけで見ると、これまでの損失を補っても溢れるほどの戦車が保管されていることになり、ウクライナ軍に西側諸国の主力戦車が供与されても十分に対抗できるのではないかと判断してしまうよね。しかし、実際は戦車の保管状態が劣悪なものが多く、金属部分に錆が発生していたり、ゴムなども劣化していたりするため使用するためには交換が必要とされ、標準装置などのデリケートな光学機器なども野ざらし状態になっているらしいよ。それらのうちで稼働できるのは、新型の T90 は問題ないとして T80 でも3000両とされる保管在庫の2分の1程度とされ、6900両あるとされる T72 に至っては3分の1程度と見られ、稼働可能な保管在庫戦車は4000両程度であると見積もられているな。この1年でそれら在庫のうち状態の良いものから1000両ほどが整備も完了して戦地に送り込まれているようだが、現在はパーツなどが不足していて現役復帰させるペースが鈍化しているらしく、この先は部品を入手するための共食い整備などが増えることも予想されているぜ。このような状況でも西側諸国が警戒しているのはロシア軍の戦車戦術の転換で、それは歩兵部隊において未熟な動員兵を配属させ、旧日本軍の特攻作戦のような神風戦術を戦車部隊にやらせて突っ込ませることだね。
ロシア軍の戦車保管在庫には T62 よりもさらに旧型となる T54 や T55 なども含まれていて、冷戦終了直前のミリタリーバランス1990年版では旧ソ連軍の戦車保有数は約6万2000両もあったとされ、それらをゾンビ部隊のように蘇らせることで戦車の圧倒的な数量でウクライナ軍戦車部隊を叩く戦術ってわけ。ミリタリーバランス1990年版によると旧ソ連軍の戦車保有数は T54 および T55 で約1万9320両、T62 約1万1300両、T64 約9700両、T72 約1万両、T80 約4000両と記されていて、これらは冷戦終了後に独立した共和国に分配されたが、そのうちの約 70% はロシアが保有し、NATO 加盟国の合計保有台数の約1万8000両をはるかにしのぐ数だよ。ロシア軍の T62 は標準装置などの近代化改修を施して戦地に配備されているけど、かなりの数がウクライナ軍に露獲されてしまい、今後その割合が増えていくことも鑑みて、近代化改修がどこまで進められるかは不明で、そのような旧式戦車では西側諸国が供与する M1 エイブラムスチャレンジャーにレオパルト2といった、第三世代主力戦車との戦車戦を勝ち抜くことは難しいんじゃないかな。しかし、旧日本軍の冷戦が軍艦に突っ込む特攻作戦のように、西側の主力戦車1両に対して数両の旧式戦車を突撃させるほか、竜の歯やキルゾーンを活用しておとりとなるゾンビ戦車部隊を犠牲にしながら西側諸国から供与された新型戦車を運用する戦車部隊を誘い込んだところに、集中砲火を浴びせる戦術など、数に物を言わせて映画バイオハザードに出てくるゾンビのように破壊されても次々に戦車を投入することで、恐ろしいほどの犠牲を出しつつウクライナの新戦車部隊を消耗させれば圧倒的な勝利を得ることも可能だろうな。そこでロシア軍が注意しなければいけないのは、ウクライナ軍の榴弾砲やハイマースなどのマースから発射される GPS 精密誘導ロケット砲や、歩兵部隊の携行式対戦車ミサイルジャベリンによる攻撃であり、これらによってウクライナの土地がロシア兵とロシア戦車の墓場となってしまうことだよね。あとは戦車数で圧倒したとしても、戦車を動かす兵員の操縦訓練が追いつかず満足に動かすことができないのではないかと指摘されているよね。まあその辺は民間軍事組織ワグネルや新ロシア派の人員なども投入すれば十分に賄えると思うぜ。そもそも砲弾を手動で装填する旧式戦車を運用するには指揮を取る戦車長が1名、射撃をする砲手が1名、砲弾を装填する装填手が1名、そして戦車を操縦する操縦手が1名の合計4名が連携しなければ威力を発揮することができず、経験としても射長が約7年、砲手で約5年、操縦手は約3年、装填手でも約1年の訓練を要するらしいが、これはあくまでも一般論であるので惑わされてはいけないな。対するウクライナ軍でも不慣れな西側戦車を運用するのに同様のことが言え、戦車搭乗員の練度が同等であれば、ロシア軍が数で押し切ることができ、西側諸国が支援疲れをしている今こそロシアの攻め時でもあると考えてよいだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍のクリミア半島に対する大規模反撃開始を警戒して、ロシア軍がメリトポリやヘルソンの市民の避難計画があるとの情報を入手したよ。これは避難計画というよりも、クリミアに対するハイマースからの大規模攻撃防衛のために市民を盾にしているだけだと言われているな。ロシア軍が考えてそうなやり方だよね。さて今回はそんな大規模反攻のための避難計画について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。西側諸国の戦闘機や戦車などの支援によって強化再編されたウクライナ軍の大反攻が近いと噂されている。ウクライナ南部のザポリージャ州とヘルソン州において、ロシア政府によって住民が強制避難をさせられるとの情報をウクライナ軍参謀本部が4月8日に明らかにしていて、昨年9月に領州の併合を宣言したロシアが退避の名目で住民を連れ去っていると報じられたよ。ザポリージャ州のメリトポリでは、
ここ最近爆発が相次いでいて、ロシア側からはウクライナ軍による攻撃であると主張されており、4月下旬にも住民を強制退避させることになるとの情報を拡散させているね。ウクライナ参謀本部では、メリトポリなどにおいてロシア行政当局が、住民に対してロシアが発行したパスポートを所有しているかどうかの調査を進めているが、ロシア派住民と違う住民の洗い出しを急いでいるのではないかとされているな。そして、ロシアのパスポートを一応所有している親ロシア派の住民をロシア本土の安全な地域に移動させ、所有していないウクライナ支持の住民に関しては攻撃されたくない要所に集めて人間の盾とするか、あるいはクリミア半島に移動させてウクライナ軍のミサイル攻撃などを阻止するための準備を進めているのかもしれないぜ。現在、退避中のウクライナ側のメリトポリ市長であるフェドロフ氏は4月6日、同市に設置されているロシア軍拠点で複数の爆発があり、犠牲者が出ているとテレグラムに投稿していたんだ。ロシア側は、この爆発に関して、アメリカから供与されたウクライナ軍のハイマースによって攻撃されたとしており、飛来したロケット弾全6発を迎撃し、被害や死傷者は出ていないと主張しているよ。メリトポリはロシア本土につながるドネツク州とヘルソン州からクリミア半島を結ぶ、ロシア軍にとって重要な補給拠点であることから、ウクライナ軍が計画している春の大規模反攻作戦を前に爆発などが相次いで発生しており、南部戦線におけるロシア軍の補給路遮断を狙っている可能性が強く、反攻の目標が南部戦線である確率が高いとの見方が広がっているね。南部ザポリージャ州におけるウクライナ軍の反攻を示唆する証拠としては、これまでロシア軍の占領下にあったオレボボ近郊の地域に、ウクライナ軍が進出していることを示す動画が SNS にアップされているみたい。その動画はロシア側がアップしたもので、ウクライナ軍の陣地に向けてロシア軍がドローンを使って投降を進めるチラシを撒いている様子が撮影されており、その映像の背景からバシリカからオレボボを結ぶ幹線道路である T812 がウクライナ軍の支配下にあると判明できることから、これまでウクライナ軍が陣地を設置していた地点よりもさらに南へ 5km ほど進軍していたことが明らかになり、これまでロシアの占領下にあったノボニリフカもウクライナ軍が奪還した可能性が高いと言われているんだ。また、最近の SNS では、このオレボボ近郊やドニプロ川沿いのバシリウカの近郊で撮影された動画や画像が増えていることから、この地域がこの先のウクライナ軍の大規模反攻の目標地点であるとする説と、あるいはどこか他の地域での反攻計画を偽装するためにフェイント的な投稿をしているのではないかという説が飛び交っていて、どちらが正解であるのかは不明であるが、ウクライナ軍の動線を推理する上で興味深い情報として注目されているぜ。ウクライナ軍が西側諸国から供与される予定の戦車や装甲戦闘車両などによって新編成された、総兵員数4万人の機械化旅団を投入する先について、様々な予測が立てられているけど、中でも特に有力視されているのは、ウクライナ南部の州都ザポリージャを拠点としてドニプロ川の東岸沿いからドネツク州南部までのラインで、この戦線を突破してそのまま南進してアゾフ海まで突き進む作戦だね。この作戦によってロシア本土とヘルソン州及びザポリージャ州に展開しているロシア軍部隊との連絡を遮断することができ、クリミア半島を含めた地域への補給を断つことにもなり、さらにアゾフ海沿岸のペルジャンシク周辺に到達することができれば、アメリカから提供される予定の射程 150km とされる通称 GLSDB と呼ばれるロケット弾によって、クリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を攻撃して破壊することができるってわけ。あのクリミア大橋を破壊すれば、ヘルソン州、ザポリージャ州、クリミア半島のロシア軍もろとも孤立することになり、補給を断たれた末に降伏せざるを得なくなるという構想だね。最近、オレホボ付近でウクライナ軍が見せている活発な動きは、ロシア軍が構築した防御陣地の弱点を探り出す威力偵察であるとも考えられており、その行為はメリトポリやペルジャンシクと幹線道路で繋がっている交通の要衝であるトクマクを奪還すると見て良いんじゃないかな。もしくは南部戦線ではヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして、
防御陣地がおそらく手薄なヘルソン州からクリミア半島北部のジャンコイやメリトポリを目指すかもしれないな。ただし、ウクライナ軍にはドニプロ川のようなタイガを渡過できる能力がないことをアメリカ側が密かに指摘していることから後者の可能性は低く、橋を利用するといってもドニプロ川に架けられていたアントニフスキー橋とその隣の鉄道橋は過去にウクライナ軍が自ら壊滅状態にしていることから、残るノバカホフカの水力発電所のダム上を通る橋がどれほど損傷しているか次第だと思うぜ。このダム上の橋についても、昨年8月にウクライナ軍がハイマースの長射程 GPS 誘導ロケット弾によって大型車両が通行できないほどの穴が開けられていたけど、その後ロシア軍によってダムが崩壊しない程度に破壊されたとの情報もあり、戦車を含む大部隊は渡れないと推測するよ。さらにドニプロ川の河口にあるムイコラーユ州のウチャコフから対岸のヘルソン州キンバーン半島に渡過する動きがあったことに関しても、アメリカ軍による水陸両用作戦のサポートがなければ難しいので可能性は非常に低いってわけ。以上のことから南部戦線で機械化部隊による大規模反攻作戦に関しては、オレホボからトクマク、あるいはドニプロ川沿いにあるカムヤンスキーからバシリカを経て、ミハイリフカとトクマクを奪還する作戦が最も有力視されているな。また、今回も昨年9月にハルキウ州を奪還した時のように、南部戦線におけるアゾフ海内通作戦を陽動として東部戦線に新編成の機構部隊を投入して、バフムート周辺のロシア軍を駆逐した上で、昨年7月に制圧されたリシチャンシクとセベロドネツクを奪還する可能性も考えられるぜ。これでロシア軍が総崩れになれば、ルハンシクまでウクライナ軍が一気に到達できる可能性が高まるほか、バフムートから南下してドネツクを北と西から挟み撃ちすることもできるよね。しかし、この地域はもともとウクライナの新ロシア派武装勢力の拠点であったため、ウクライナ軍を侵入者とみなして抵抗すれば、逆にウクライナ軍が兵站を断たれることになり、さらにロシア本土に近いことでロシア軍への補給が容易であることから東部戦線での反攻の可能性は極めて低いだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。